おはようございますおはようございますちょっとうるさすぎました今ね、ボリュームが。はい、ということで今日はですね結婚式ですよ。はい、はい、ということで大阪来ましたね、はい。今日からちょっと新しいことやろうと思ってまして、はい、 YouTube 撮ってますいや、YouTube やろうと思ってます。はい、はい。まあ、書き方の解説と、はい、私たちの活動とですね、はい、お届けできたら面白いかなと思いまして、はい、やっていきたいと思います。はい、よし。さあ、今日はアートグレイスウェディングコーストです。リゾート地みたいなね、こう立地となっております。非常に素敵な開放感のある、式場なんで楽しみですね。はい、あ、これめちゃめちゃね立派な木なんですけど、葉っぱが3枚ぐらいずつしかついてないんです。ちょっと少ないっす。さあ、このね動画はね何のためにやるかというとですね、皆さん元気を届けたい。はい、皆さん元気届けたいっす。はい、いや、僕の YouTube 見て、私の活動を見て、よくいただくのは、まあ、前は書き方伝えてたんですけど、まあ、今もやってますけど、はいはい、書き方解説分かりやすいですか、はい、あとはなんすかね、元気とパワーもらいましたみたいな、はい、これを2本立てでこの YouTube 通してお伝えしていこうかなと、お届けしていこうかなと思います。素晴らしい。はい、着きました。アートグレイスウェディングコースです。はい、さあ、いやー、いいですね。久々に来ましたよ。久々です。いいですね。さあ、今日も頑張りましょうか。はい、はい、元気があったら何でもできます。何でもできます。元気があるなら何でもできます。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。おお、いいですね。はい。いやー、ここにここにしようかしら、結婚式。ねえ、すごい。いいですね。あら、かわいいお尻が。よろしいですか。仕上がります。せーの、はい、こんな感じで。あー、あー、リトル、リトル、似てる、似てる。ありがとうございます。はい。では、できました。おじい様、いいですか。いきます。せーの、はい、じゃーん。リトル、リトル。はい。ありがとうございます。はい。ライダーのこと見てるなっていうので、うん、仕事にするんだったらこっち行って、それも見に行きたい。意識高いですね。時間を無駄にするのが嫌なだけです。時間は貴重ですからね。今度は皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。終わりましたね。終わりましたね。どうでした、初の結婚式パフォーマンス。疲れましたね。いい疲れですね。いい弾みになりそうです。はい、笑顔を届けられました。はい、精進しましょう。もちろんです。僕もまだまだ、私もまだまだ行きますから。
ましょう。はい、これは間に合いましたね。はい、ストイックっすね。ストイックやな。なんすか、こういう髪型あるじゃないですか。はい、これとか、はい、なんかこっちに流れてるのとこっちに流れてるの。ゆきさん着きましたけど、はい、ちょっと腹ごしらえでもしますか。はい、さあじゃあせーので、はい、言いましょう。ラーメンか弥生軒です。二択なんですか。そうですよ、ラーメンか弥生軒です。二択なんですか。はい、じゃあいきますよ、はい、せーの、弥生軒。来た、あざす。宮古道、私たちのお店があるところです。ぜひお越しください、宮古道。え、懐かしい、大学時代僕めっちゃ食べてましたよ。はい、美味しいっす。今何をしてるんですか。今、似顔絵師の方。ストイックですね。この方、めっちゃいいな。ストイックですね。香里さんと理香さん。いいですよね。その2人もストイックですよ。そのうちのスクールのね、美人似顔絵師です。最高ですね。香里さん、リカさん、気をつけてください。絶対やったらあかん。何を絶対乗せたらあかん。乗せるでしょ。いや、あの本当に狙ってはないです、ね、そうですよ、絵を狙ってるんですもん。そうです、絵を狙ってるんです。絵をどこをどうね、はい、こうインスピレーションを受けさせていただこうか。そうですよ、どの世界も参考にさせていただくっていうのが、ね、はい、大事ですから。さっき食べてください。ありがとうございます。優しい優しいストイックな男です。あ、さ、いただきます。いやー、これ懐かしいですね。ゆきさん、あのストイックさはどっから来てるんですか。なんか違うっす、それ違うっす。じゃない、モノマネはいらないっす。なんかじゃないっす。最近京都似顔絵さんでモノマネブーム来てるんですよね。はい、はい、何なんですか。まあそれはさておき、はい、ね、あの電車の移動時間ですらこう練習するじゃないですか。はい、何なんですかね、あれ。あれはどっから来たんですか。サッカーですか。野球でした。野球でした。この人野球でした。野球でもあんまなかったかな。ないんすか野球。てか野球好きでした。野球好きでした。へえー。けど、うん、ほぼほぼ諦めてました。え、なんで諦めてたんですか。なんでそんなストイックにできるんですか。さっき電車でやってましたけど。やっぱそれが絵描くことが好きで、はい、まあ、下手くそがにはあるではあるんですけど、はい、なんか徐々に例えばこれができるようになったとかっていうのが自分で、はい、目に見えるようになってき
てるところもあるから、はい、まあ、それが成長につながって、はい、なんかもっともっとっていう成長につなげたいと、はい、なんで成長したいんですか。やっぱお客様に喜んでもらいたいし。そうですよね。で、まあ、それでもっと自分も納得持って納得感持って、そうですね、手に取りたいから。はい、僕もバスケやってましたけど、小学校5年生から高校3年生までガチンコで、まあ、楽しかったのはもちろんなんですけど、まあ、練習して、ね、シュートが入るようになって得点が取れたらチームが勝てるじゃないですか。チームみんな嬉しいし、まあ、私の両親とか、ね、保護者の人もみんな嬉しいじゃないですか。そこっすよね。で、まあ似顔絵に方向転換しましたけど、似顔絵もね、描けるもの増えたら喜ばれますしね。そうですね。できることが増えたら喜ばせられる人が増えると。そうですね。違います。そのためのさっきは練習だったってことですね。そうですね。すごいっすね。こんなもの準備して。さすがっす。取り組み。はい。これしかないです。絵には今自信ありますか。ないです。はい、なのでやるしかない。そうですね、もう自信なかったらやるしかないっす。そうです。結構ね、自信ない人多いんですよ、似顔絵描いてて。あ、そうなんだ。なんか結構2年3年ぐらいやってる人でも、あ、なんか自信がないんですよねとか、自分の絵に自信がない、自分の絵がなんかなんですか、自分の絵らしさがないとか。多分でもそれ自己評価なんですよ。あの、だってゆきさんまだ始めて何ヶ月ですか。数週間ですか。そうですね、ほんまに数週間。なのに今日喜んでましたもんね、めっちゃ喜ばせてました。そうなんですよ、決めるのは相手なんですよ。みんな自信持ってどんどん自分の絵を広めていってほしいです。はい、あなたにしか描けない絵がそこにはあるんで。なんで笑ってるんですか。なんか笑われたんですけど、はい、CM っぽかった、ね、CM っぽかったです。でもそうですね。そうです、あのみんな絵描いたら違う絵になるんで、あなたにしか描けない絵があると、はい、伝えたい。画面の向こうの方に。押す。ゆきさん、お疲れ様です。お疲れ様です。めっちゃ食いましたね。気づいたらめっちゃ食べてました。はい。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。初挑戦でしたね。初挑戦でした。結婚式、いつも座って、ね、比較的まあゆっくり書いてるわけですけど、はい、今日は真逆の立ってめちゃめちゃ早く書くと。これをですね、あのよく、いや私はちょっとまだ早いですとかね、あのいやいや私もうちょっと練習してからそれやりますとかいう人もいるんですけど、ゆきさんはもう一つ答える。そうですね、やるしかないですね。やるしかないから。やるしかない。ここで食い下がってから、ここで食い下がって、はい、例えばもうちょっと練習してからしますとかだったら、はいはいはい、結局いつやんのってなっちゃうと思うので。そうですね。だからもう僕はあえてそのやる環境を作りたいんで、もう次も結婚式があれば、はい、もう行きます。これは行かせてください。それです。僕もあの下書きなしの似顔絵一発書き、あれ、ね、一発書きなんてできるわけないだろうと思ってたんですけど、ある日やってみようと思ってやったんですよ、はい、意外とできんじゃんみたいな。でそれもやっぱり一発書きも慣れていったらまたさらにハイレベルな一発書きができるんで、それです。まあ、あのやらなかったらいつまでたってもできないし、やったらもうできるようになる、それだけです、はい、ということで皆さんやるかやるか。
ドゥしか残されてない。ドゥしか残されてない。そうです。ということで今日は素晴らしいチャレンジでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでね、また明日も張り切ってやっていきましょう。はい、じゃあ皆さん今日はここまでです。いかがだったでしょうか。面白いなと思った方、また見てやってもいいなと思った方、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録で見逃しのないようにしていただけると思います。それではここまでですね。いいね押しましたか。まだまだ押してください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。